レベルは足ますか？準備はしっかり整えてください。もっと、まずは気候課が用意した別アカウントに切り替えないとな。どこか人気のないところで。なんだ、結構小さいアバターだな。どうせならエギルみたいな体格になってみたかったんだけど。武器やアイテムも一通りあるな。ステータスもキリトの時と変わらない。よく用意できたもんだ。けどなんだこのアバターね。キリコ、タイプミスか。いや、あいつが適当につけたに違いない。キクオカのやつ覚えてろ。髪は長いけど黒っぽいし、服もほぼ黒だな。これじゃあ知ってる人にはキリトだってバレちゃうじゃないか。ふう、かわいい子じゃん。ねえ彼女、君も BOB 観戦に来たの？俺たちと見ようぜ。一人じゃつまんないだろ。あ、なんだこれ。顔も髪も体格もまるで女の子だ。胸はないようだな。一応男みたいだけど、レア系アバターか。おいおい、虫はないだろ。虫はどうしたの？死の、いや、なんでもないです。シノン、シノンってあのシノンか？こんな近くで見るの初めてだぜ。俺シノンさんのファンなんで。 BOB 出るんすか？頑張ってください。全財産シノンちゃんにかけます。そう、長い髪のあなた、ちょっとこっちにいらっしゃい。え、大丈夫だった？おせっかいなら悪かったけど、ナンパされていたみたいだったから。あ、ありがとうございます。あなたはキリコ？キリコって読めばいいのかしら？あ、はい。私はシノン。 GGO は男性プレイヤーが多いから、女の子と見れば声をかける連中もいるの。気をつけてね。あ、いけない、 BOB の参加登録しないと。ギリギリで滑り込もうと思っていたから。うん、まだ間に合うわ。あ、そうだ、登録しに来たんだった。キリコも参戦するの？それなら早くそこのターミナルで登録しないと。もう残り時間はあと数分よ。待て待て待て、なんでシノが BOB に参加するんだ？ギリギリまで登録を待っていたということは、選手リストに名前が出ないようにするためか。俺にまで黙って参加しようとするなんて。そういえばデスガンの話にだいぶショックを受けていたようだけど、シノンは一体何のために。あ、しまった、もう締め切りまで数分しかない。さっさと登録しないと。名前、よし、住所とか全部パスだ。これで BOB の登録はよし。あとは選手リストにデスガンの名前がないか確認しないとな。ないな、やはりデスガンはアバター名ではない。 BOB に参加していない可能性もあるけど。試合中であればアバター名は必ず表示される。まずはデスガンらしいプレイヤーを探さないと。登録終わった？だが、おかげさまで。予選はすぐに始まるらしいわよ。移動しましょう。はーい。シュピーゲル、あなたも BOB に参加するの？
いや、僕なんかじゃ予選すら通過できないよ。僕ではね。ねえ、浅田さん。あ、いや、シノン、君は誰よりも強い。だから、BOB でも絶対に優勝するよ。相変わらずの課題評価ね。でも、期待には添えないわ。私の目的は優勝ではないもの。え？デスガンとかいうプレイヤーを知ってる？奇妙なことをやって、一部で噂になっているみたいだけど。ああ、もちろん。シノンも知っているんだ。結構な評判だろう。偉そうな奴らに制裁を加えているんだ。おかげでデマを流した奴も消えたし、スカッとしたよ。私のターゲットはそいつよ。え？なんでだよ。シノンとは何も関係ないじゃないか。仲間のため。そして、自分のためなの。ごめん。そろそろ待機場所に行かないと。待ってくれ、シノン。あのクールでかっこよかった君はどこに行った？仲間のため？バカらしい。君はもっと孤高であるべきだ。シノン、君は特別で最強の存在なんだから。私は強くなんかない。特別な存在じゃないの？違う！君は周りに惑わされているだけだ。聞いて、私は普通の弱い人間。でも、誰かのために戦うことはできるわ。それは、キリトやアスナたち、仲間が支えてくれているから。私の過去も受け入れてくれたから。今の私があるの。君のことなら僕だって知っているさ。誰よりもずっと。それに、僕はずっと浅田さんのことを。やめて。お願いだ、 BOB に出るのはやめてくれ。どいて、予選が始まる。大会が終わったら話をしに行くよ。待っているからね、シノン。ごめん、キリコさん。変なとこを見せちゃった。あいつを。さあ、行きましょう。まずは更衣室で装備を整えないと。うん。ん？更衣室？他の人が入ってこれないようにロックをかけて。これで安心して着替えられるわ。え、いや、その。BOB 予選はどんなフィールドになるかわからないから、迷彩を着てもかえって目立つ可能性もあるのよね。もちろん装備に上着とかを入れておけばいいんだろうけど、弾薬もギリギリまで持っておきたいし。部屋の隅で見ないように着替えればごまかせるか。いや、やっぱりこれはまずいだろ。シノン、ちょっと待って。俺だよ、俺なんだ。は？え、キリト、キリトです。嘘、そのアバター、女の子でしょ？シノンさん、いや、シノン様、この度は大変申し訳ございませんでした。まったく、事情は分かったけど、なんで女の子のアバターなのよ、キリコちゃん。これは男のアバターだよ。我ながらかなりレアだと思うけどね。ついでに言うと、名前は気候家の趣味か嫌味だ。俺のせいじゃないよ。それよりも、なんでシノンが BOB に出るんだよ。シノンはかなり値が売れているんだ。デスガンに狙われたらどうする？
問題ないわ、私が倒すから。せめて理由を教えてくれ。さっき聞いていたじゃない、仲間のためでもあり自分のためでもあるわ。なぜあいつがあの拳銃を持っているのかは知らないけど、デスガンが本当に殺人を犯しているなら絶対に止めなければならない。それだけよ。わかったよ。でもデスガンに戦いを挑むのはやめてくれ。デスガンの本当の名前、アバター名が分かればリアルのプレイヤーを知ることは可能なんだ。それに俺は大学病院からログインして万が一の事態に備えている。でもシノンは家からだろ、その一人暮らしの。ええ、アパートからログインしているわ。だったらなおさらデスガンと対峙してはダメだ。一対一の予選で奴と当たったら名前だけ確認して降参してほしい。了解。でも戦わなければいけない時があるかもしれない。その時は全力でやるわ。もういいわ、いい、そろそろ出場者の待機部屋に行くわよ。そういえばシュピーゲルは BOB に出ないんだよな。ええ、そう言っていたわ。なんか様子がおかしかったよな、オリジンの頃のような。そうね、あの後はどうかしてたって本当に反省してくれていたみたいだし、しばらくはゲームを控えるとまで言ってたんだけど、 GGO にはだいぶハマっていたみたいね。キャラの育成がうまくいかなくてイラついているみたい。シュピーゲルはシノンのリアルの友人、進化は教授。前にプレイしていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。彼は俺と親しいことに嫉妬し、シノンの過去、かつて人を殺したことをみんなの前でバラした。11歳の時、シノン郵便局を襲った強盗の拳銃を奪い犯人を殺したという壮絶な過去。無我夢中のことだったろうし、自分や襲われた人を守っただけなのに、それでもシノンはその過去に苦しんできた。そういえば SAO でシノンと出会ったのも、もともとはその PTSD の治療のためだったんだよな。リアルでは銃の写真を見ただけで具合が悪くなるトラウマを克服するため、医療用フルダイブ機器メデュキボイドを使っていたんだ。まさかそのせいで強制的に SAO にログインさせられて、一時的にとはいえ記憶を失うとは思ってもみなかっただろうけど。どうしたの？顔がこわばっているわよ。まさか緊張して。いや大丈夫、何でもないよ。ねえ、私が GGO に行きたいって言い出した時驚いたでしょ、みんな。だけど深く理由は聞かずに賛成してくれたことにはすごく感謝してる。これでも銃のトラウマを克服するための一大決心だったんだけど、ログインしてみたら不思議よね。リアルじゃ銃の写真を見るだけで吐き気が起きるのに、ここでは平気で人を撃てるんだもの。多分シノンであることが理由なのかもしれない。それにみんながいつも支えてくれているから。でもいつまでも甘えたままではいられない。今回の件で私は自分の過去に決着をつけるつもり。支えられてもいいと思うぜ。俺はいつも頼りにしているからさ、シノンのことは。デスガンの尻尾を捕まえて
さっさと帰ろうぜ。みんな待っているからさ。私が BOB に出たことがバレたら、アスナたちに怒られそう。ああ、めちゃくちゃ怒って、めちゃくちゃ心配すると思うぜ。今のうちに、謝り方を考えておいた方がいい。そうね。さっき着替えを覗かれたことを話して、キリトに怒りの矛先を向けるとするわ。ちょっと待ってくれ、さっきのは。大変長らくお待たせいたしました。まもなく第3回バレット・オブ・バレッツ予選が開始されます。この話は予選を通過してからだな。デスガンに当たればラッキーなんだけど。それよりお互いが当たらないように祈りましょう。BOB の予選は1対1の勝負。まずは敵を探さないとな。このキリコは全くの無名だし、少しは派手に暴れてデスガンに注目してもらわないと。さて行きますか。よし、初戦は無事に突破できたな。シノンはどうだろう。まあよほどの相手でなければ勝てるだろうけど。お前キリトか。あんたはキリコ。ふざけた。お前の剣技忘れない。忘れるはずがない。俺はこいつを知っている。でもどこで。オリジンか、エールオか。お前はキリトだ。俺はそれを知っている。その印を。決着をつけよう。キリト、どうしたの？ねえ、キリトったら。シノン。どうしたの？顔が真っ青よ。何かあったの？具合でも悪くなったの？いや、大丈夫。でもないかも。少し休みましょう。次の試合までまだ時間はあるわ。ラフィンコフィン？そんな人が GGO にいるの？わからない。なぜこんな時に。ラフィン・コフィン、確か私が SAO に入る前にあったっていう殺人ギルドよね。ああ、あのエンブレムは間違いない。 SAO に閉じ込められた後、奴らはプレイヤー間で HP 全損はしないという SAO の不分率を容易に破った。リーダーのプーは快楽のために人を殺しているようだった。そして討伐隊が組まれ、俺は。あまり無理して話す必要はないわ。仕方なかったんでしょ。ラフコフは本気で抵抗したんだし。でも俺は自分が殺した相手の顔や名前を未だに思い出せないんだ。さっきの男は
俺が殺したプレイヤーの仲間だったのかもしれない。キリト、もういいわ。大丈夫、大丈夫だから。ショックはないとは言わないけど、覚えているだろう。オリジンで俺は思い出すことができた。無意識に忘れようとしていたの罪を。もしかしたら今度こそ本当に向き合わなければいけないのかもしれない。次の試合出られるの？ああ、救いたと思う。シノンがそばにいてくれたおかげかな。ありがとう。気をつけてね、キリト。無事、予選は通ったみたいね。ああ、シノンは当然勝っているよな。もちろん、これで二人とも決勝に進出ね。決勝は大きな特設フィールドでの戦いになるわ。数十人のプレイヤーが一定以上の距離で配置され、最後まで生き残ったプレイヤーが優勝になるのよね。サイジションがデスガンの近くだったらいいんだけどな。これは探すだけで苦労しそうだ。さっきのラプコフ、ボロマンドも決勝に出ているだろうし。どうしたの、キリト？さっき会ったラプコフの男の声、どこかで聞いたような気がするんだ。 SAO で会ったことがあるんでしょ？いや、もっと最近なんだ。ボソボソ喋っていたから気づかなかったけど、あいつの声デスガンに似ている。ボロマントの風体も目撃者の話とそっくりだ。キリト、デスガンの声を知っているの？キクオカが偶然録音されていた音声ファイルを入手していたんだ。話し方は少し違うけど、まず間違いないと思う。のメンバーがデスガンだというの？おそらく。そしてあのボロマンドは俺のことを覚えていた。
SAO のキリトだと知っている。あいつは一体誰なんだ。ただのヒラメンバーではない。おそらく上級幹部か。ダメだ、ここまでわかるのに名前が出てこない。俺はあいつと戦ったはずなのに。キリト、シノ、俺はあいつともう一度戦うよ。戦って確認したいんだ、あいつが誰であったかを。私には戦うなって言うくせに自分だけ決着をつけるつもり。いや、それは私もやつというかデスガンの方に用がある。デスガン中、11歳の時私が強盗から奪い撃ち殺した銃がそれなの。そうだったのか。あの銃で人が殺されるかもしれないの。とてもじゃないけど見過ごせないの。キリト、一緒に戦ってお互いの過去に決着をつけましょう。分かった、よろしく頼むよシノン。BOB 本戦のフィールド、砂に覆われた孤島か。確かプレイヤー同士は離れているから開始直後に狙撃されたはないだろうけど、物陰に隠れながら移動するとするか。まずはシノンを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、見渡す限り誰もいなさそうだ。本戦中は通信ツールが一切使えないから不便だな。フィールドの中央へ移動しよう。キリト、遅いわね。どこかで戦闘に巻き込まれているのか。まさかデスガンに遭遇したのか。もうしばらく待っても来ないようなら少し周りを見てこようかしら。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープを使って1対1、いえ一方的に追い詰められているみたい。ああ、見たことのないプレイヤーね。でもすごい動き、あれはかなり強いわね。この調子ならすぐに勝負はついちゃうかな。ボロボロのマットに武器はスナイパーライフルかしら。ボロボロのマントってまさか。この距離じゃアバター名は表示されないわね。せっかくのチャンスだし近づいてみるか。だけどその間にあのが倒されてしまったらリアルの方も。迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてごめんなさい。アバター名を確認するまではデスガンを倒すことができないわ。だから狙われている方を倒してみたのだけど、おそらくデスガンからは外せないはず。いけない、考えている時間はないわ。場所を移動しないと。さっきの狙撃でデスガンに居場所がバレてしまっただろうし。キリト、早く来なさいよ。まさか。そんな、信じられない。変装のために別アカウントを使うって言ってたけど。ほら、あの剣さばきはキリトだよ、間違いないって。名前もキリコだしな。でもよ、なんで女の子になっちまったんだよ。うわっ、もともと可愛い顔をしてたのはまさか。待て、落ち着け。おそらく男性のレアアバターだろう。知って
ってる人にはバレバレよね。さすがにちょっとびっくりしたけど。安心してください、ママ。パパの戦闘力は外見が変わっても同じです。驚き、違和感、笑い、いろんな感情があって何と言っていいかわからない。笑っていいと思うよ。ねえ、あのキリコ、スクリーンショット撮れないの？オッケー、記念にいっぱい撮っておこう。あ、とか言ってるうちにもうキリトさん勝っちゃいましたよ。あれ、画面が切り替わっちゃった。おそらくフィールドのあちこちに中継カメラがあって、戦闘しているところだけを流しているんだと思います。なるほど。次の戦闘は誰だろう。いらないな。見て、誰かが遠くから漁夫の竜狙ってるわ。へえ、女の子プレイヤーも参加してるんだ。リズさん、あの子どこかで見たような。おいおい、あの銃は。シノン？待って待って、聞いてないわよ。シノンが参戦しているの。なんでだろう。僕も BOB 参加したかったのに。それは危ないからって絶対禁止って言われてたのに。シノンさん、この前デスガンの話をしていた時に具合が悪くなってましたよね。でもシノンさんとデスガンってなんか関係あるの？私はてっきり銃の事件の話だったからと思っていたんだけど。もう、あんたらキリト君より無茶してどうするのよ。私総督府に行ってくる。待てなあ、今の映像を巻き戻しできないか。録画してあるから、そっちのデータなら。ちょっと見せてくれ。ここだ。これはラフィンコフィンのエンブレム。おい、なんで GGO にラフコフがいるんだよ。わからない、わからないけど、私気候家さんにこのことを知らせてくる。みんなはここで待ってて。フィールドの中央というこの辺りのはずだな。シノンなら狙撃ポジションを確保しているだろうから、多分あの辺かな。試しに上がってみるか。シノン、シノン、しっかりしろ。キリトだな。ああ、そうだ。お前の名はスティーブン。我が名はデスガンだ。真の力で裁きを下す者。あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。だがお前は決して俺の名前を思い出すことはできない。どういう意味だ。そこの女、お前の仲間だったな。後でゆっくりとどめを刺してやろう。仲間が死ぬ姿を見るがいい。己の無力さと愚かさをかみしめながらな。さあ、剣を抜け。襲成功。スモークで何も見えないだろう。おとなしく俺のマシンガンの餌食になりな。下でも戦闘が始まったようだな。このような場は裁きを下すにふさわしくない。せいぜい怯え逃げ惑うがいい。その女の命は今日までだ。待て、どういう意味だ。シノンがお前の標的だというのか。デスガン、どこに行った。おっと、生き残り発見。
悪いけど、あんたの相手をしている暇はない。うわぁ！ですが、煙に紛れて下へ飛び降りたのか。いや、下の方でも戦闘が起きているし、レアなハイドスキルでも持っているのか。シノ、大丈夫か。ひどくは治めている。とにかく離脱するか。ごめん、キリト。シノ、俺に捕まれ。とりあえずこの場から離れよう。これだけ銃撃の音がしたんだ。すぐにあちこちからプレイヤーがやってくるに違いない。デスガンもそれを気にしたんだろう。どこか隠れられる場所を探さないと。ひとまずこの中で隠れていよう。デスガンは大丈夫だ。ここにはいない。さっきも突然現れたの。ん？デスガンがプレイヤーを殺そうとしていたから、それを防ごうと狙撃して、場所がバレたからすぐに移動したわ。でも突然あの場所に現れたの。さっきも突然消えたようにいなくなったな。もしかすると自分を透明化するようなガジェットやスキルを持っているのかもしれない。ガジェットの力。そうね、それなら納得できるわ。この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし、少しは安心ね。情けないところを見せちゃったわね。デスガンにあの銃口を向けられた途端、身がすくんだわ。反撃なんて考えることすらできなかった。私の命がまだあるのはキリトのおかげよ。だけど私はやっぱり弱いのね。あの銃をまた見たらきっと。シノンは弱くないよ。さっきだって見ず知らずのプレイヤーを助けたじゃないか。今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。だからここで休んでいてほしい。キリト、一人で行くつもりなの？あなたは本当に強いのね。そんなことはない。俺だって怖いさ。それでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。絶対に。少しだけ寄りかからせて。あなたの強さを私にちょうだい。シノン。11歳の時、私は人を殺した。それからずっとあの銃に怯えていた。GGO に来て銃が全く平気だと分かった時、嬉しかったわ。現実世界の私もいつかトラウマを克服できるようになると思った。キリトやアスナ、みんなが私を支えてくれていたから。でも全くダメね。ここでも銃に怯え、何もできないんだもの。だけどこのまま怯えているのは死ぬより嫌。キリト、私も戦うわ。危険だ。デスガンは君も標的にしている。
俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君は一人暮らしのアパートだろ。お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもないんだし。あ、現実のシノンを襲う？不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもの。それに私のいる場所なんてデスガンが知るはずもないわ。いや、そもそもデスガンは一人なのか。デスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、いるんだ。二人目のデスガンが。どういうこと？一人目、つまりあのボロマンタのアバターが GGO 内で標的を撃つ。同時に現実世界で二人目が無抵抗のプレイヤーを殺すんだ。無理よ。プレイヤーのリアルの居場所なんて誰も知らないわ。そこなんだよな。プレイヤーの住所なんてザスカーですら知らないだろう。だから気候課もデスガンのアバター名を確認した後、ログを追跡して現実世界の奴を探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーだと分かったんだ。その頃の名前が分かればリアルの情報もすぐに分かる。 SAO サバイバーは住所や本名を全て政府が確認しているから、あいつの名前さえ思い出せればいいんだけど。ねえキリト、ちょっと思いついたのだけど、ザスカーならプレイヤーの住所を知っているかもしれない。どういうことだ？景品の送り先よ。 BOB もそうだけど、景品はレアアイテムだけじゃないわ。 GGO に出てくる銃のモデルガンもあるの。それを受け取るには住所を登録しなきゃいけないか。そういえば BOB 参加登録に住所の入力スペースがあったの。シノンはまさか登録しているのか？ザスカーのデータをどうやって盗んだかわからないけど、私の家の場所を知っているということで、私のリアルの体に誰かが近づいている。シノン、大丈夫よ。怖いけど私は戦うわ。分かった。それなら作戦を立てよう。今までを振り返ると、デスガンはゲーム内でまず秘壁を殺している。いや、正確にはあの拳銃で撃っている。攻撃力の低い拳銃でだ。メインウェポンは別にあるのにおかしいと思わないか？何か意味があるのだと思う。だからその制限を利用しよう。シノンはデスガンには近づかないでくれ。おそらくデスガンは俺たちの後を追跡しているはずだ。だからまず俺がここを出て奴を引きつける。シノンは俺の後を追い、デスガンとの戦いが始まったら狙撃で援護してくれ。あなただけ危険にさらすことはしたくない。でも互いの能力を考えればその作戦がベストなのは理解できるわ。行きましょうキリト。死ぬ覚悟はできたか？いいや、お前は俺を殺せない。俺の住所は登録していないからな。いくらなんでも未登録の情報は手に入れられないだろう。ほう。お前の、いや、お前たちの手口は分かっているぞ、デスガン。俺の名は思い出せなかったようだな。お前は己のしたことを、罪を、全てを忘れようとした卑怯者だ。俺はずっと覚えている。お前がしたことも。俺の標的はお前だ、黒の剣士キリト。 It's show time。 珍しい武器だな。
GGO にそんな金属剣があるなんて聞いてないぞ。作ったのさ、スキルでな。重さも大きさもこれが限界のようだが、なおもちゃのように軽い剣はさぞかし不本意だろう。これもこれでいいものさ。剣は剣だ。お前を倒すには十分だ。春のように細長い剣、エストック。確かラルコフの上級幹部がその使い手だった。奴のすごい立ち筋、あの時より格段に腕が上がっている。だが奴の剣だ。あいつ名前は、おとなしく自首しろ。ですが警察だってバカじゃない。お前のアバター名からログを解析できる。お前は知らないかもしれないが、 SAO サバイバーの情報は全て総務省が把握している。もう終わりにしろ。ですが惜しいな、黒の剣士。お前は俺の名を絶対に思い出せない。だから絶対に俺を止められない。なぜそんなことを言える。俺はあの戦いの時名乗ろうとした。だがお前は拒否した。それお前は俺の名前を知らない。だから思い出せない。ここで俺に倒され、あの女が殺される様をただ見ているがいい。